ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢屋八幡 TV。 本日も歴史について語っていきたいと思います。本日は伊予親王の供養塔ですね、に行ってまいりました。伊予親王木幡の墓と申します。京都は盆地でしてですね、東、北、西は完全に小高い山に囲まれておりまして、それで宇治川から昨日申しました小倉池の方へ抜けていくということで、東山の一番最南端にあたりまして、非常に、住宅街みたいになっておりますけれども、安土桃山の桃山時代におきましては秀吉が伏見城を築いたというところで、あの辺が武家屋敷、ここにあるところあたりがですね、武家屋敷がありまして、私が今喋っております伏見、近鉄の伏見駅近くっていうのあたりまで、武家屋敷跡が非常に町名として残っております。加賀屋敷やら出羽屋敷やら、ありますわね、柴田屋敷とかね、ということでありまして、ここの、本日散策しまして、行くだけでも疲れましてですね、アップダウンが非常にきつくて、それで参りましたけれども、あんまりいい映像は撮れませんでしたけれどもね、これはもともと黄金塚第二号墳と言ってですね、もともとは、昨日述べました小手一族なんかが、ちょうど小倉池がとか宇治川が見えるあたりですんでね、の古墳であったところに、伊予桓武天皇の第三皇子と言われております、伊予天皇、伊予親王ですね、の供養塔があるというふうなことで宮内庁に認められております。それでですね、伊予親王というのはあまりご存知のない方も多いかもしれませんが、桓武天皇50代ですね、それのお子さんでありまして、これは藤原家がほとんど入っているんだと思いますけれども、奥さんが違います。桓武天皇とは平城天皇ですわね。平城天皇と嵯峨天皇は同じ執家の方です。が純奈天皇も同じですけれども、執家の方ですけれども違う執家の方で、で伊予親王は、藤原の吉氏と申しまして、南家の方やったようです。不人から始まって、四世家でして、北家、南家、執家、京家というふうに分かれて、その中の南家の方であったということで、それのおじさんである藤原のお供という方とが藤原の宗友ですかね、で内丸なんかに内通しましてですね、謀反を起こしているということで、無実のです、ね、罪をかけられます伊予親王はですね。それで、飛鳥にあります河原寺、呉服寺というところに幽閉されて、それで吉氏ですね、お母さんと共に、自害するという非業の死を遂げます。これを伊予親王の変と申します、ということですね。それでその前にですね、またこれ執家のクスコと、仲成ですね、ほんで、種継がお父さんですけれども、
これこのクスコの乱も平城天皇絡みで起こっております。これで平安京に桓武天皇が遷都したにもかかわらず平城京に戻るというふうな企てを立てたんですが、嵯峨天皇に止められたというふうないきさつがありまして、同じお母さんであって、まあ、桓武天皇が父上ですけれどもとあっても非常に、権力争いがこの辺あったんであるということです。平安京の成り立ちの最初の頃ですんでね、その辺を一般的な歴史解説になりますけど押さえていただきたいと思います。平城天皇も嵯峨天皇もお母さんというのは執権の藤原執権の乙室という方だったようです。でこれ、純奈天皇というのは執権の旅子ですね、藤原桃川のお子さんやったということで、ですね。で嵯峨天皇のこの任明天皇になって、この方の大事記載というのはやっと立花の家畜子ですね、男理子になっていくんですけれども、また藤原に取って代わられたり、最終的には前の動画でも言いましたように法家が力をつけていって、これから近衛などの枝分かれしてですね、一条家二条家などと、それで権力をつけてずっと世話、ここで行きましたら清和天皇から出ました源氏ですね、それと桓武天皇から出ていきました任明天皇からですかね、に下って出ていった平氏ですね、それで武家の世界になっていって江戸まで続いていくんだということです。徳川はこの源氏でも平氏でもありません、桓武一族です。ということですね、あまり興味ないかもしれませんけれども、この辺を押さえるというのは非常に大事じゃないかと思いまして、本日散策に行った次第です。非常に大した標高はないでしょうけれども、上がるのに大変です。それで、ずっと見渡しましたら、鵜来家があっただろうなというふうに思われるところが一望に広がっていくということです。干拓寺技術ですね、秦氏の干拓寺技術というのは素晴らしかったと思います。現在が進んだ技術を持っていると思うのは大きな間違いだと私は思っております。しかしこの権力争いしていくことにおいては勝ち残っていくのはもう難しいですからね、できるだけ和を持って尊しとするという聖徳太子の教えが正しいんだと思います。本日はの解説はここまでにいたしまして、明日は21日でして初公坊さんになりますんで、ごまたぎとともに行ってきたいと思います。では解説はここまでにさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。